イエメンってどこだか分かりますか？分からないだろうな。なかなか難しい場所なんだけども、ああ、だってそのほら、航海のあるところですよ、イエメン。イエメン、もうなんていうか、その目の前がソマリアだからね、もう海の向こうはソマリアでもあの今大変ってどこだ。ああ、石油が運ばれるあのイエメンのあの境界、ああ、そう、今日はそのイエメンに来てみました。イエメンは、東の方にあるマハラ砂漠、マハラ砂漠のど真ん中に大きな大きな穴が開いている。これこそかの有名なバハートの井戸。深さが150メートルと言われるその穴の奥の方から何やら音が聞こえる。地獄からの叫び声のような音が聞こえる。ものすごい良い周期とともにもうそこに近づいた者の命は必ず失われると言われる。この現地ではバハートの井戸に近づく者はもう人間ではないと言われる。このバハートの井戸の縁に今日は立ってみる。おお、深い深い穴が開いている。ものすごい周期だ。これはまるであの草屋の干物のようではないか。これは昔北海道を旅した時海岸にいやあの草屋が山のように干してあって、それにあの草屋汁をかけている。もう赤い一面が全てが草屋、色まで草屋に見える。全て世界が草屋、北海道のあの辺りは草屋でできていると思うと、そうもう一つ隣に行くと山のようにイカが干してあって、そこはもうなんてたってイカ臭い。もう海道の全てがイカ臭い。もう全てがイカだイカだと思うと、もう少し行くと今度は我が家に山のような貝殻が、何の貝殻かって言ったらホタテの貝殻。その日はホタテ臭い。世界が全てホタテ。もう匂いがすごいの。もう世界中が全てのホタテ一色、イカ一色、あー草屋一色になる。こんな感じがするこのイエメンのマハラ砂漠の魔法者の井戸の匂いが、何の匂いだかわからないが、世界が全てその匂いの匂いが、ああ世界がどうなっているんだ。ここは砂漠の真ん中、砂漠の中なんでこんな匂いが穴が開いているのか。大体直径は30メーターぐらい、結構でかい。だけど深さがものっと見えない。砂漠だから危なくてしょうがない。なんでそれ落ちたらどうなるんだろうと思いながら、俺は地獄の穴を覗いている。そんなような気がする。この間までシベリアの延長層のにバカバカ赤穴の縁に立っていたかと思うと、それはもう炎天下砂漠の中、なんて暑いんだ、50度を超えるような気温の中、穴から上がる湿気、たまりません。これは何なんだろう。そうか、これは多分なんか温泉が湧いているんだ。硫黄の匂いではないか。そう思うと、ね、やたら親しみを込めて俺がその穴をほうほうほうでにしたくなって、穴に降り、穴があれば入りたい。誰だってそう思うはずだ。人間は穴があれば入るんだよ。だから俺も穴に入る。今日も穴に入るぞ。いつだって穴に入ってきたんだよ。俺が死んだら大きな大きな栗の木の下に埋めてくれ。栗の木はなぜ栗の木かって言ったら、栗はあの花が咲くとあれ臭いだろう。あの臭さは俺のことを思い出してくれるから、大きな栗の木の下に穴を掘って俺を埋めてくれ。だけど間違いなく縦に掘ってくれ。俺は寝転がるのは嫌だから縦に掘って俺を縦に埋めてくれ。だけど頭の上まで埋めないでくれ。俺が死んでも首までにしてくれ。俺の首を出してくれ。だって死ぬなんて何か見えるかもしれないんだ。目まで塞ぐんじゃねえよ。俺を大きな首の木の下で雨が当たらないようにして首まで縦に埋めてくれ。そうすれば誰か俺のところに出して俺を見かけたら、あ、肩を取って言ってくれ。
るかもしれない。昔の彼女が迎えに来てくれるかもしれない。その時俺が見えなかったら困るだろう。だから頼むから俺を連れ帰るまでやめてくれ。そういうことを思い出す俺の魔法すぎるぞ。じゃあそんなの中に入ったら多分息ができない。そのまま死んでしまうから。夜深すぎて150メートルじゃ俺の首から首は出てこれないだろうと思いながら俺は一歩一歩その井戸の中に入っていく。どうやって入ってんだ。もう入ったら最後二度と出てくれない地獄への穴か。地獄っていうのは、地獄っていうのはどれくらい深いか知ってますか。地獄っていうのは、いわゆるその仏教の話に言うと、だいたい今の距離に近づく。死んじゃ、近い100万キロ下、100万キロ下の方に地獄がある。100万キロって、地球の直径は12,360キロしかない。知らなきゃね、全然地球は100万くらい向こうの方に、もう全て次元を超えている。そうか、世界は何か軽いんだけど何だ。もう何もわからない人に、世界がもう向こうの方に渦巻いているのか。そうか、穴の向こうは怖いぞ。穴の向こうはどうなっているんだ。穴の中に、穴の先に穴があって、その穴の先にまた穴があって、その穴は、実際や向こう側に伸びてるはずの穴は、背景内でも無限に深くなってしまいない。警察犬の思い、バハーズの井戸の中に足を踏み入れば、はぁーくせぇー。だいたい真っ暗で何も見えない。今まで何か俺は見てきたっていうのか。何を見てきた。うわぁ、この目で見てきたのか。違う、今俺は目では見えないが、その周期で見えている。うわぁ、この匂いでこの洞窟の形がわかるぞ。どうなっているのか、全てが手に取るようにわかるぞ。そうだ、俺は今全身鼻になっている。全身鼻になって世界を今俺は理解しようとして、うわぁ、これは俺の体の底じゃない、底じゃない、こっちです。あ、違う。うわぁ、もうすごいな、匂いがなかなか強烈してきたぞ。俺のもうあらゆる全身をくまなく触ってくる。なんてお前はいやらしいじゃ。そう思いながら、俺は匂いの中にまみれて、どこも吸い取っていく。うわぁ、ここは砂漠だぞ。何があるのかわからないよ。どうぞ、150メートルと言われているが、そんなもんじゃない。結局俺は地獄の淵まで降りていくことになるのだ。イエメンって中東でしたよね。そうです。